大体60秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。ねえねえ聞いて、うちの近くについに7のつくコンビニができたんだよ。すっかり増えたよねコンビニ。それに無人の店舗も意外とあって驚かされるよ。無人ならコロナ禍でも安心。でも人がいた方が便利なコンビニもあるよ。それがこちら。うわーって、ちょっと映像間違えてない？こんな崖のどこにコンビニが。 あった。ここは湖南省の石牛祭という村の観光地。地上100メートルの断崖絶壁にコンビニがあるんです。うわーすごい。あと狭い。鉄筋と木の板でできたわずか2平米の店内。なぜこんなところに？それはロッククライマーたちのため、頂上を目指す人たちの休憩と物資の補充を支えているんだよ。物資って言うけどちゃんと商品あるの？お水やスポーツドリンク、パンにチョコレートなどを取り揃えております。ちゃんとしてる。でもこの立地だとお値段は足元を見てくるんでしょうね。ミネラルウォーターなら1本2元。え、普通に安いし、こうしちゃいられない。私も買いに行くわよ。いってらっしゃい。ちなみに今はコロナ禍で休業中です。今日はここまで。再見。